どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが11月10日の木曜日なんですけれども、今回の動画でご紹介していきたいのは、現在行われている秋季キャンプで岡田監督が先発ピッチャーにどういう評価を出しているのか、これからのローテ争いというのは年が明けて春のキャンプ、ここから本格化していくのは間違いないんですが、岡田監督は現状いろんなピッチャーにそれぞれの評価を出しているということで、今回の動画では岡田監督が考えている現在の最新ローテ構想について徹底解説、そしてこれから有原投手であったり助っ人補強、これからどのように進んでいきそうなのか、この点の最新情報についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、今回は岡田監督が現時点で考えている最新ローテ構想ですね。タイガースの強みというのは間違いなく投手力で、その中で先発ピッチャーというのもいろんなタイプが揃っている中、それぞれのピッチャーがねアピールをしている、そういう段階なんですが、岡田監督はそれぞれの投手に一体どういう評価を出しているのか、まずこの点について見ていきたいんですが、岡田監督は秋季キャンプが始まる前の時点で、来シーズン先発ピッチャーの中で大体3人から4人は規定投球回に乗る選手が欲しいと、こういうコメントというのを出していました。もちろんタイガースのリリーフ陣というのもね、素晴らしいピッチャーがたくさん揃ってるんですが、その中で先発ピッチャーが安定して6回から7回、なんなら8回9回ね投げ抜いてくれるピッチャーがいたら助かる、これは間違いないことなんですが、岡田監督は先日記者の方に計算に入れてるピッチャーいますかとそのように問われて、その中に青柳投手の名前があったんですが、岡田監督はそのことについてそら計算してるよと、こういうコメントも出していますんで、間違いなく来シーズンも青柳投手はローテに入ってくるでしょう。ここに関しては我々タイガースファンも全く意義はないと言いますか、当然の流れですよね。というのも青柳投手は直近2年間の数字もそうですし、岡田監督が掲げている規定投球回到達、2019年に初めて青柳投手は規定投球回クリアして、2020年も短縮シーズンながら120イニングを投げた。でその後の直近2年間青柳投手は連続でタイトルも取っていますが、しっかり規定投球回もクリアしているということで、現在行われている秋季キャンプには参加していませんが、間違いなく来シーズンもエース筆頭候補として青柳投手の名前は入ってくるでしょう。で続いてもう一人、この青柳投手と並んで来シーズンもちろん計算に入れてるよと、そういうところで名前を出したのが伊藤将司投手なんです。というのも岡田監督は伊藤投手のブルペンピッチングというのを初めて見たんですが、そのことについてのコメントで、やっぱり一軍で投げてたピッチャーは直球だけでもええ球掘ってるよな、伊藤は制球も含めてある程度やっぱり来るもんな、ハマった時はいいけどめちゃくちゃになったりするピッチャーは怖い時あるもんな、全然その早い回でノックアウトされたり、だから6回ぐらいまで計算できるピッチャーの方がそら助かるよと、こういうコメントを出しているんです。ですのでこの岡田監督のコメントにもある通り、先ほどご紹介した青柳投手と伊藤投手、この2人は来シーズンも左右の2枚看板としてタイガースのローテを支えてくれるのは間違いないんじゃないでしょうか。この伊藤投手は今シーズンコロナ離脱というのもあって、残念ながら2桁勝利、そして規定投球回には届きませんでした。で去年も伊藤投手は140回と3分の1で、今年は136回と3分の2ということで、本当にあと1試合分なんですよ。伊藤投手の来シーズンの思惑といいますか、間違いなく長いイニングを投げたいと、そう考えてるでしょうから、伊藤投手はね今シーズン完投6回ということで、これは12球団トップの数。やっぱり球数少なくどんどん投げ込めていける分、ストライク先行で相手バッターがどんどん打ってくれる、でそれによってイニングも消化しやすいと。伊藤投手は無理なく秋季キャンプを消化することが濃厚ですが、青柳投手、伊藤投手、この2人はよほどのことがない限り来シーズンもローテに入ってくれるんじゃないでしょうか。さあそしてこの青柳投手と伊藤投手に続いて、岡田監督がそら計算に入れてるよという風に明言したのが西勇輝投手なんですね。西投手は先日異例の権利を放棄しての宣言残留というのを行って、4年12億円というね、改めてこの契約内容というのも出てきましたが、計算しやすいピッチャーが残ってくれた、これは本当に大きいことですよ。で西投手はこれからの自分について、この契約の最後の年まで平然とローテーションで投げて、西さん9年連続で投げたんだと、周りの後輩からそう思われるぐらい普通にやって怪我なくいくのが理想だと思いますと、こういうコメントを出しています。西投手に関しては皆さんご存知の通り、今シーズンも148回3分の1ということで、規定投球回達成してくれましたが、現状これは5年連続で到達してるんですよ。ですので西投手は文句なしの9回屈指のイニングイーター、これはタイガースにとっても大きいですし、そして岡田監督が理想として掲げている先発ローテの中に 3,4 人規定投球回到達者が欲しいと、そこにバッチリ当てはまる投手ですし、西投手のローテ入りに関してはそら当然入れていくよと、こういうことも明言している以上、近年しっかり数字を出してくれてる青柳投手、伊藤投手、西投手、もうこの3人だけでね、十分規定投球回も狙えるということで、改めてタイガース投手陣、先発陣のレベルというのは高いです。でこのように複数年しっかり数字を出してるピッチャーに対してもそうですし、若い先発ピッチャーに対しても岡田監督はいろんなコメントというのを出してるんです。でその中で絶賛のコメントを出したのが西純也投手。先日西投手はこの秋季キャンプ自身最多となる105球のネットを見せたんですけれども、その後ろから岡田監督はずっとピッチングを見ていました。でその際西純也投手に対して、もう一人ぐらい西が欲しいわな、力強さが全然落ちひんやんか、逆に上がっていくやん、体とかほんま大きなってスタミナもあるしな、故障もそんなない、ちゃんと理にかなった投げ方してるんやろな、2桁勝てる力はあると思うよと、こういうコメントを出したんです。ですので岡田監督の現状の考えとすれば、若手先発ピッチャーの中で西純也投手の評価が高いというのは間違いないです。そして西純也投手のローテ入りについて聞かれると、まだそこまでは正直な。ただローテーションには入れなあかんピッチャーやろ。そらここまで順調に来てると思うよと、こういうコメントというのも出してるんです。ですので先ほどご紹介した3投手よりはまだローテ当確ですよと、そういうコメントというのは出していませんが、現状の期待度であったり出しているコメント、こういった背景というのを考えると、これからのアピールというのもまだまだ必要にはなりますが、十分ローテで1年間回れる、そういう評価というのはあると思います。そして同じ若手ピッチャーでいうと才木投手の評価も高い。この2人の評価は十分ローテ入りに匹敵する、そういう評価なんじゃないでしょうか。このように岡田監督は秋季キャンプの中でいろんな先発ピッチャーたちにコメントを出してるんですが、来シーズンの先発構想について、6枚では1年間乗り切られへんからな、8枚9枚はいるわ、6人の中で 3,4 人規定投球回投げてくれたらだいぶ違うよ、でも左が少ないからな、結局伊藤だけやろ、左は誰か1枚ぐらい欲しいけどなと、こういうコメントというのも出してるんです。この岡田監督のコメントにもある通り、僕がこの動画内でご紹介させていただいたピッチャーほとんど右投手なんですよ。で、左ピッチャーは伊藤将司投手だけ。昨日契約公開動画の中で高橋遥人投手についても触れてご紹介しましたが、高橋投手はもし来シーズン復帰することができたとしても最速で来シーズンの後半、しかも最終盤あれ争いをしてるタイミングになるでしょうから、なかなか1年間高橋投手を計算するというのは難しい。で、その中で左ピッチャーとして岡田監督が期待しているのが桐敷投手なんですよ。桐敷投手はこの秋季キャンプに入って岡田監督の評価というのをどんどん上げていますが、岡田監督は桐敷投手はどうかという風に問われると、そこまではまだうまいこといけへんやろ、3連戦で左1枚入ってくれたらだいぶ違うかもしれへんけどなと、こういうコメントというのも出してるんです。確かにそれぞれの3連戦の中で左ピッチャーを真ん中に入れることによって、先発ピッチャーのタイプをねばらけさせることができると、そういう利点がある以上、伊藤投手に加えてもう1人左ピッチャーが入ってほしい。これは今シーズンの戦いを見ていても感じたことなんですが、いかんせん右ピッチャーでも素晴らしい投手がたくさんいますから、無理やり左ピッチャーをねじ込むというのも難しい中、ただ桐敷投手にはチャンスがあると思うんで、これからどのようなローテ争いが巻き起こっていくんでしょうか。このように現状タイガースに属する先発ピッチャーでも十分ローテを回せていけると、そういう力を持ったピッチャーというのはたくさんいるんですが、これから注目すべきはやっぱり補強ですよ。 FA3 投手が残留を決めてくれて、もちろんここにもたくさんお金を使いましたが、島村球団本部長は先日 FA 補強であったり戦力外からの補強、現状それは考えていませんと、静観する姿勢というのを見せている以上、やはり我々タイガースファンとして気になるのはまずは新助っ人補強ですよ。野手2枚どういう選手が来るのかというのも注目なんですが、岡田監督は以前からピッチャーできれば先発中継ぎ1人ずつ、こういうコメントというのを出しています。そしてその中で先日記者から左の先発ピッチャー取りたいかという風に問われると、いないいない、左なんかそんなんおれへんはええの、右でもおれへん言うてんのに左なんかそんなんなかなかおらんやろ、枠外れたりな、今のメジャーでもなかなかないわと、こういうコメントというのを出しています。やっぱり助っ人投手に求める理想とすれば、しっかりタフさがあって長いイニング投げることができる。で、その中で左ピッチャーであればね、タイガースの一つの補強ポイントですから、そういう選手を連れてくることができれば理想なんですけれども、岡田監督のコメントにもある通り、なかなかレベルの高い左ピッチャーがね市場に出回るというのは結構難しいですから。で、たとえそういう選手が市場に出回ったとしても、大体メジャーリーグ内でね、新しい契約を見つけるということがほとんどですから、最近で言うとホークスのムーア投手とかですかね、1年間しっかり投げて、そして再度メジャーに戻ってと、そういうピッチャーというのもいますけれども、ああいうレベル感のね投手を連れてくることができれば、またタイガースの強みというのは増していくんですが、現状なかなか先発補強というのも難しいですし、これから新しいリストというのも入ってきますが、現状今すぐ誰かと決めるよりは、焦らずね、いろいろ助っ人選手は探していくと、そういう段階なのかもしれません。そしてこれからの先発補強に関してはもう一つ注目されているのは有原投手の今後ですよね。有原投手は早稲田出身で、岡田監督も最初の方からラブコールを送っていて、そら有原には興味あるよ、後輩やしなと、こういうコメントというのも出している以上、もし有原投手が市場に出回るということになれば、間違いなくタイガースは動いていく。で、実際有原投手は先日 FA になって、もしかしたら日本球界へ戻ってくるんじゃないかと、その可能性が高いんじゃないか、こういう情報というのも出ていたんですが、先日有原投手の代理人はコンディションはすごくいいと、今オフは通常通りのトレーニングを行う、現時点ではマイナーのオファーは考えていない、メジャーで先発としてプレーを目指している、チャンスはあるだろう、チームを探している状況、もしメジャーで適切な契約がない時の場合だけ NPB でのプレーを考慮する、価値を証明するために1年契約を探していると、こういうコメントを出しているんです。ですので有原投手の現状をまとめると、もちろん日本球界に戻ってくる可能性というのはありますが、どちらかというとメジャー志向が強い、これは間違いないのかなと。ですのでまずはメジャー市場内でいろいろ探っていく。で、その間もタイガースはね、いろいろとアプローチをかけるということは間違いないと思うんですが、一体どういう熱量で有原投手にラブコールをかけていくのか、ここですよね。これからの補強に関しては動き出しそうで動いていない、そういう現状というのがあるんですが、まだまだ焦る段階ではありませんから、我々タイガースファンとしても来シーズンに向けての情報というのは欲しいですが、決して焦ることなくぐっとこらえてね、いろいろ情報出てくると思いますんで、しっかりそういった最新情報皆さんにお届けできればなというふうに思います。はい、ということで今回の動画では、現状の秋季キャンプの中で岡田監督はそれぞれの先発ピッチャーにどういう評価を出しているのか、そして現状どういうローテが組まれる可能性があるのか、こういった点についてご紹介紹介させていただきました。まあ、直近の岡田監督のコメントを聞いてると、青柳投手、伊藤将司投手、西勇輝投手、まあ、大体この3投手は確定で、あとはね、新戦力の投手、そして来年のキャンプでいろいろ見ていきながら、これからを探っていくと、そういう可能性というのが高いです。まあ、新助っ人補強に関してはまだ時間がかかりそうですが、一体どういうピッチャーたちがリストに乗ってきそうなのか、この点も注目しながら見ていきましょう。皆さんは最新のローテ構想についてどのように考えますでしょうか？よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者 37,200 人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者 38,000 人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。改めて西勇輝投手が残ってくれた、これは来シーズンのローテを見ていく中でめちゃくちゃ大きいです。これからどういうローテ争い巻き起こっていくのか、これからの秋季キャンプも注目しながら見ていきましょう。ではまた。